ボランティア活動を始めるきっかけにしてもらおうと、仙台市ではゴミ拾いをしながら交流を深めるイベントが開かれました。このイベントはゴミ拾いに取り組むことでボランティア活動を始めるきっかけにし、参加者同士の交流も深めてもらおうと仙台市社会福祉協議会が開催したものです。およそ90人の参加者は3人1チームに分かれ、協力し合いながら地下鉄五ツ橋駅周辺のエリアでゴミを拾い集めました。今日初めて参加したんですけど、意外にいろんなところにゴミが落ちてて、すごく気持ちよくなりました。地域のゴミ拾いつつ、なんか地域の方々と交流できたのでとても楽しかったです。最後に回収したゴミの重さや歩いた距離などを競い、上位のチームには景品が贈られました。次回は10月に行われるということです。